天が市立天が東高等学校は、かつて、兵庫県天が市職場にあった、市立の高等学校。天が市立天が産業高等学校とともに、統廃合され、2013年に廃校となった。更新として、天が市立天が総保し高等学校が、開校している。太平洋戦争後の高度経済成長期に、 高校増設を求め10年間続けられた市民運動により段階の世代の進学する高等学校生徒急増期の1963年、天ヶ崎市立天ヶ崎西高等学校と共に新設された。少子化時代を迎え、2002年に天ヶ崎市立高等学校教育審議会が市立全日制、高校参考の今後のあり方について諮問。 翌2003年7月の答申を受けて、天が崎市が2004年に、私立全日制高等学校教育改革基本計画を策定。効果的な教育投資を行う中で特色づくりを進めるとともに、学校教育活動の活性化を図るため、天が崎東高等学校と、 天ヶ崎産業高等学校との発展的統合を行うこととなり、2013年に廃校となった。なお、跡地は再開発され、足足、神戸市地域のスポーツクラブ、アスロンが専用グラウンド、アスロンプレイスを設置。2021年4月には、天ヶ崎市立、園田あずま生涯学習プラザが移転する。電車バス生徒会による自主活動が活発である。 クラブ活動では、ラグビー部や男子バレー部は、全国大会に、水泳部や卓球部、空手は、近畿大会に出場した。経済芸能スポーツ、ありがとうございます。